うん、今ま、またスパルタでのシーズンが始まったんだけど、どうですか、えっとまあ去年に引き続きスパルタでプレーできるっていうのは、自分にとってすごい嬉しいことですし、えー、少しでもチームに貢献できるように頑張りたいなというふうに思います、えー、ロッテルダムの生活はどうですか。まあ、去年はもう慣れてたので、その慣れたとこでもう1年っていうのは。 すごい自分にとっていいですしすごい人も優しいので、えー、いいいいだなううふうに思いますまあ生活の中で、えー、ロッテダムで生活する中で日本とオランダで、えー、何が大きく違うと思いますか何だろうな <laughs> まず天気が <laughs> 違うっていうのは今日本は30超えるぐらいかな。 で湿度も高いので、えー、今こっちはあのー、比較的過ごしやすい気温で、まあ、雨は多いですけどあとは何だろうごはんとかそういうとこなんか慣れちゃってるのでもこっちでなんかパッて言われるともう分かんないですえ言葉に関して、えっとまあ、オランダ語とか英語とか、えっと、のその上達具合はどうでしょうか全然ダメだと思います <laughs> まだ上,上達させたいというかしやしたいんですけど全然でできないす <laughs>、えっとまま、サポーターとの関係もすごくいいと思うしで、えー、サポーターからの人気もすごく高くて、えっと、そういうのが、ま、毎年、えー、あることじゃないから、えっと、こっちから見ててもこうなんか特別な感じがあるんだけどそれは自分に好奇、えーえー、にとってどうでしょうか そうですね自分にとってすごい嬉しいですしプレーしててなんだろう盛り上がってくれるっていうのはなんかやってて気持ちいいというかやってても楽しいのでもっともっともスタジアム全員が自分のこと好いてくれるように、えー、頑張りたいなとうう思いますしそのためには点、まあ、だったりアシストだったりという結果を残してチームに貢献することがあの一番自分のこと好いてくれると思うので。 でそういうのをしっかりこだわってやっていきたいなというふうに思ってます、えー。サポーターとの関係だったりとかそのがすごくいいということが、えー、スパルタにもう1年残った理由の一つでもあると思いますかそうですねそれも一つの要因、まあ、いろんな要因がある中でそれがそれも一つの要因ですしそうですね一つの要因です。 えー、この間の試合ヘイレンフェントの試合でえっ、ー、と2得点を決めてえっ、ー、ととても大事な役割を果たしたと思うんだけど勝利に貢献したと思うんだけどもえっ、ー、と自分ではどういうふうに思い振り返って思いますか。そうですね。まあ得点したかったのでまあそこに対してはシンプルに嬉しいっていうのとまあ自分の。 あの活躍で勝てたっていうのは、すごいチームにとってもいいと思いますし、自分にとってもすごくいいことなので <laughs>、続けていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、ホームでまだ取れてないので、ホームで取って、えー、盛り上げたいいなってううふうに思ってます身長高くないけど、この間はヘディングでゴールを決めたんだけど、あのヘディングでゴールを決めたのは初めてですかいいや初めてじゃないですけど まああ多分あれヘディングじゃなくてもどこに当てても多分入ってたと思うんで <laughs> しかもジャンプこんぐらいしか多分飛んでなかったんでなんかヘディングまあヘディングで取れてよかったっす得点を決めたっとによくトビアスの背中に乗っかってるのを見るんだけどトビアスとの関係はどうですかうん あのトビアンス,スにとっての景色を見たいので乗っかっかてます <laughs> ドリブルとか、まあ、あのボールを持ってから、えっと、相手にとってすごく怖い、えー、存在になっていると思うんだけれども、えっと、自分では、えー、何が相手にとって、えー、自分のプレーの中で何が相手にとって怖いものになっていると思いますかそうですね まあやっぱり仕掛けっていうのは相手にとって嫌なんじゃないかなと思いますし、まあ、なんだろう裏へのランニングとかそういうのもあの何回もやっていけば相手にとって競技になってくると思うので、まあ、逆に相手にされるとすごい自分も嫌なので、まあ、そういうところは意識してやっていきたいっていうのと、まあ、ゴール前でなんだろうそういう仕掛けだったりあの裏への飛び出しっていうのをやると なんだろう相手の印象にも残りやすいと思うので嫌な印象にも残りやすいと思うのでそういういいのをししっっかり意識したいなと思ってます今、えっと、ま3節終わ、えって、と、周囲になってるんだけどでそれは、えー、1987年以来らしいんだけどもそ,の今そういう事実スパルタが今、えっと、周囲にいるというのがすごく特別なことだピクラブにとって特別なことだっていうのは。 なんか感じますか意識できますすかか意識して,ますかってそうですね、まあ、現段階で1位っていうのはなんかスパルトにとっの歴史にとってすごいっていうのは、なんかインスタとか見て、なんか分かったんですけど、やっぱり最終的にあの1位を目指していかなきゃいけないと思うので、目指さないとやっぱりなれないと思うので、まあ、現段階で1位っていうのもすごいのは分かるんですけど、まあ、やっぱりシーズン 終わって一位になりたいなっていうふうに思っているので。そこを目指してしっかりと練習から頑張っていきたいなというふうに思ってます。えっと、エヌイが次の相手なんだけども、で、そこに日本人の選手の小川光輝という選手がいるんですけれども。その選手のことをしてますか。してます。一回ご飯行きました、えー。彼と対戦するのは楽しみですか。そうですね。光輝ダービーなんで。<laughs> <laughs> 勝ちたいなって言う、勝たなきゃいけないなと思いますし。はい、点取りたいなと思ってます。 今、えっと、日本のアンダー− 2 2の代表に呼ばれていると思うんだけども、えっとうん、日本の A 代表へのステップはどれぐらい大きいものにな,ってる,となると思いますか、その今の時点からそうですね、まあ、自分的には本当に常に入りたいと思っているので、まあ、入るためにはやっぱり自分の活躍と。 結果とっていうのを見られると思うので、まあでも、なんだろう、他の選手たちも、もっと上の,上のリーグって言ったらあれか、あのー、すごい活躍してる選手ばっかりなので、そこに負けないぐらいの活躍を自分もしなきゃいけないので、まあし入れるように活躍して、結果も残したいなというふうに思ってます。あありりががととううごござざいいままししたたダダンン